突然ですが皆さんは毎日の時間をどう過ごしていらっしゃいますか毎日の時間あといくつか質問させてください今日ここにいらっしゃる人の中で明日も必ず僕は私は生きているよっていう確証がある人いらっしゃいますでしょうか もし今日が皆さんにとって最後の日だって分かっていたとしたら皆さんにはやり残したことないでしょうかもし今あ,あやり残したことあるかもって思った方にさらに質問です。 2年前2016年の6月僕は長野県の諏訪市に整体院をオープンしました僕が整体院をオープンした理由は当時いろんなスポーツ業界で体罰が騒がれていたから僕自身がスポーツ選手を目指していたんですけど病気でその夢を諦めなきゃいけなくなったから そして、僕がそれから指導者に転向した時に指導現場でこんな言葉を聞くようになったからなんです何やってんだよ使えねえなお前がそんなんだからうちのチーム勝てねえんだよやる気がねえならやめろ帰れスポーツ指導の現場ではこんな言葉がごくごく普通にありふれていたんです 僕はそんな子どもたちやスポーツ現場を見てせっかく自分たちの意思で始めたスポーツをやめてほしくない大人の都合であるいは体の病気で好きだったスポーツを嫌いになってほしくないそう思って僕は整体院をオープンしましたオープンできた時僕はやったやっとこれで僕の夢が叶う 僕がやりたかった仕事ができるそう思ってましたそんな絶頂期から4か月後僕の体に異変が起きたんですあまりにも頭が痛くなって病院に行くと脳の病気にかかり僕は脳死の 残り7年の余命宣告を受けたんですあと7年だと思ってください平川さんあなたの右側の脳の中にある海馬という部分が収縮していますこのままいくとあと7年しか生きられないかもしれません生きられたとしても長くて7年なので何年生きられるか分かりませんさらに記憶を管理している場所が収縮しているから命とは別に いつ何の記憶がなくなくるか分かりません残念ですが今の医療では治療法も原因も分かりませんあまりにもさらっと言われたのでその時の僕は言われたことを理解できなかったんですで帰りの車の中車を運転している最中に隣で鼻をすする声が聞こえたあ音が聞こえたんです それは病院に一緒に同行した母でした横目でちらってみると母は目に涙を浮かべたまま今にも泣きそうな顔をしながらずっと一点だけをぼーっと見つめてたんですそんな母を見た瞬間に僕はさっき病院で言われたことがどれだけ重大なことだったのか気づかされたんですそしてそれと同時に僕は一気に恐怖に襲われたんです 僕が怖かったのはあと7年後に死ぬって言われたことじゃありません僕の中から大事な記憶がなくなるかもしれない大事な大好きな人たちとの記憶がなくなってからも生き続けなきゃいけないかもしれないと言われたことだったんですそれからの僕はいろんな人に会うのが怖くなりました会ってもどうせ この人との時間を僕は忘れるかもしれない相手に忘れられるかもしれないでも会いたいそんな思いから僕は自暴自棄になって家に引きこもるようになりました余命宣告を受けたまま僕は結果的にその後県内外の病院6か所をたらい回しにされました どここの病院に行っても言われることは同じ残念ですが原因は分かりませんこれだけ検査しても分からないんだから心の問題でしょううちの精神科寄ってってどこの病院に行っても同じだったんですどこの病院に行っても僕は障害精神障害者扱いをされたんです疲れ果てて塞ぎ込んだ僕に 一本の救いの電話が訪れたんです2017年1月1日元旦のお昼炎の声が鴨頭義人です君に僕が主催している「私は自分の仕事が大好き大賞」というイベントに登壇してスピーチをしてもらいたいあまりにも元気すぎる電話の相手は 僕が講師ともにお世話になっている鴨頭義人さんというプロの講演家の方でした仕事の価値働く価値を提供するイベントに登壇してほしいっていう依頼だったんです僕はそのイベントをもともと知っていたのでいつかは僕の生態の思いを僕が働いている気持ちを壇上でしゃべりたいってずっと思ってたんです だからそのオファーがあった時僕はすっごい嬉しかったでも僕はそのオファーを断ったんです理由は当時僕は検査入院っていう名目で入退院を繰り返していたから全然働いてなかったんですね病院と自宅の行き来だけだから僕は仕事なんてしてません仕事の価値なんて僕には語れませんって言ったんです そしたら鴨頭さんからこう言われたんです僕は君に整体師の価値なんて喋ってもらおうと思ってない君に今の状態を喋ってほしいんだ今の君だから救える人がいる今の君だから助けられる人がいるだったら君は人としての価値を全うしてるんじゃないかって言われたんです衝撃を受けました 僕が喋ることで誰か救える人がいるよしやろうやってやろう僕の話で救える人を救おう何より今のこの死にかけの状態の僕を頼ってくれた鴨頭さんに恩返ししよう結果的に僕は余命宣告を受けてから1年経った去年の10月パシュヒコ横浜で 3,000人の大人を前に僕は人として生きる価値をスピーチさせていただくことができましたこのイベントに登壇するときに原稿を作るわけなんです今までの自分はどうだったのかどうやって生きてきていたのか何が好きだったのか過去の自分と向き合うにつれて忘れてたあるいは消えてしまった記憶の中から 僕がが一番大事にしていたた生きき方を見つけることができたんでんすそれは好きな時に好きな人と好きな場所で好きなことをするこれが僕の信念にしている生き方でしたそれからの僕は会いたい時に会いたい人にすぐに会いに行くやりたいことがあったら我慢せずすぐにやるどんどんアクティブに元気になっていきました そんな僕のところにある男がまた近づいてきたんですそう鴨頭さんですね鴨頭さんが僕のところに来て言ったんです翔お前はうちで働けもちろん今の生態の活動やカウンセリングの活動は続けたままでいいその上でうちの会社に入って俺と全国を飛び回れ飛び回って平川翔という男を命の価値を みんなに伝える手伝いをしてほしいって言われたんです僕このたった一言で鴨頭さんの会社で働くことを決めましたそこから僕にはいろんな可能性がさらに広がったんですそれと同時に僕たち人はただ生きていて 誰かと会話しているだけで誰かを幸せにして誰かを支えていて誰かを救っている人としての価値を最大限発揮できているんだっていうことを僕はこの体験でこの時に学んだんです今の僕はやりたいことが全てできています余命宣告なんて関係ないんです自分がやるって決めたから 生きるって決めたから好きな人に会いたいって決めたから実は僕にはもう一人僕の人生を支えてくれている大事な人がいますその人は中島君っていう僕の学生時代からの親友です僕にとって 大大切ななな好きなかけがえのない存在ですでも僕は今その中島君に会うことができません10年前僕らが二十歳になる年に彼は自殺したんですこんな夢もない希望もない世界で生きるなんてうんざりだくだらない大人たちが作った社会で生きるなんてうんざりだって だったら俺は死んで光ある世界を目指すって遺書に残して僕の同級生は死んだんですしかも最後に会った友達は僕だったんです悔しかった親友を助けてあげられない何もできなかった僕の存在が悔しかっただからこそ僕勝手に決めたんです あいつが見限ったこの世界で僕はあいつよりも夢を叶えて楽しく生きて僕が死んだ時にお前が見限った世界も大人も捨てたもんじゃなかったよって伝えてやるんだってだから僕は余命宣告なんかで立ち止まってられないんですもっといろんな人に会ってもっとやりたいことをやって もっともっと自分の人生を楽しく幸せに生きるどうせいつか死ぬんだからやりたいことを好きな時に好きな人とやり続けるこれが僕の今の決意であり僕の人生をかけた最大のチャレンジなんですでももう一度考えてほしいんです僕はたまたま医療の力で 命のの時間が残りりこのぐらいだよよって見えるようになりましたでも皆さんだっていつか来るその日に向かってカウウンントダウンしてますよね知識の中では今日という日は二度と来ないって知ってますよねだったらもっと自分の命の時間本気でいきましょうよ僕はラッキーです たたまたま余命宣告の力で意思を決定することができた皆さんにもそれができるんです僕だけではなくて皆さんにも同じようにできるんですだからこそ最後に皆さんにもう一度質問させてください毎日の時間をどう過ごされてますか そしてこれからの人生どういきますか皆さんの隣に誰かがいてくれている時皆さんが好きなことをできている時皆さんの今日という時間どういきますか今日は僕の話を聞いて 平川翔という人を覚えていただいて本当にありがとうございました。